も始まります、これはどこだ、岡山東区ですね。東区で、下りですね。岡山市内に向かって、岡山市北区ですねに向かって、中心部ですね向かって、今ね向かってんですけどね、まあ、今時刻が15時9分ね、ラッシュの時間帯になってきたわけですけど、ラッシュなのかと、なんかねめちゃめちゃ低速な感じなんですけども、いつもとなんかちょっと雰囲気が違うかなと思いながらずっと進んでるんですけど、今日はちょっとね下りの方をお伝えできたらなと。上りは以前ね何度かアップしたんですけど、今回は下る感じで、またあの上りと違う、感じで、お届けできるかなと思いますけど、ここでこんな感じなのかなと。まあ、地点的には岡山、倉敷は33、片側の上りもね、なんか結構感覚というか、今みたいに全く走ってない状態なんですよね。もしかしたら片側通行の可能性があるのかもしれない。一瞬めちゃめちゃ止まってた時あったんで、この先ずっとね、そんなに信号はなかったような気がするんですけど、まあ、なんかすごい止まっているというか、こんな感じでございます。今日
上りは車のね台数が少ないですね。
かなと思ったんですけど、やっぱりこういうことだったんですね。上りの方は、中心部に入るまでずっと渋滞してる可能性もありますね。まあ道路をね、2号線を遮断するとこういうことが起きてしまうということですよね。まあこれ朝のラッシュ時とか特に悲惨な感じになるのかなと。
北区の中心部入りました。おおよそこの辺ぐらいから、渋滞のエリアになるかなと思います。
ろそろね、西バイパス到着しようかなという感じです。ここ抜けたらまあちょっとはまあ大丈夫かなっていうような感じですね。まあ、大体ここまでがもういつも渋滞なんですよね。もう今日の朝とかね、特に渋滞嫌な人はね、本当に嫌ですよね。もうこの動画見ただけでももう見るのやめようかっていうようになってしまうくらいね。なんで渋滞するんだって思いますよね。常に渋滞ですよね、岡山。結構ね、県外行ったりするんですけど、なんかそんなに渋滞してるイメージはなかったような感じなんですよね。まあ、でもなんか岡山、まあ、倉敷市内とか岡山市内とかなんかめちゃめちゃ渋滞もいいなみたいな。まあなんか岡山の街ってやっぱその重要なショッピングセンターとか、まあ、そういうのが結構散らばってる感じがするんですよね。なんか人まとめにないっていうか、で本当かちょっとまだ分からないですけど、なんか IKEA とかなんかコストコがなんか南区か分からないですけど、なんかその辺になんかできる、あ、申請したとかしようとしたけどみたいな。でもなんかその岡山市のコンパクト化みたいなんでなんか拒否されたみたいな。まあ、要はなんかその散らばってたら、まあ、まあ便利じゃないっていうか、まあ渋滞起きたりとか、まあもちろんそのいろんな理由があるとは思うんですけど、なんかね、まあここが大体最後の砦ですね。中心部に入ってきてからもうやばい時はね全然動かないんで、まあ最初のね、あの瀬戸内市というか岡山市東区の事故は結構やっぱ長かったですね。もう撮影する前ぐらいからずっと止まってたんで、まあこんなもんかみたいな感じで思ってたんですけど、やっぱり事故なんですね。でも事故があったところって結構ねスピード出しやすいし、急になんかあの車線変更っていうか、瀬戸とか浄土とか、なんか行くっていうか、まあ、降りる縁があるんで、まあ、そこでスピード落としたりするしたりとか、まあ、上上がってきたりする車あるんで、まあ、急に速度落としたり、ね、そういう車多いんで、やっぱ事故しやすい場所であるっちゃあるかもしれないです。本当にあの気をつけたいエリアを通ったような感じで、ね、さっきの今通ってる場所とかも事故あったりするんで、やっぱどうしてもね見通しが悪いのかな、なんかスピード出しやすいね場所なんですよね。でやっぱ渋滞するわけです。
今日はこんな感じでお送りいたしました。もう多分この先にあんま渋滞するとこないかなと思います。はい、というわけで皆さん安全運転でね、お過ごしください。そしてまあ警察のね関係の方とか、道路の関係の方もね、ご苦労様です。まあ引き続きねお手柔らかにお願いします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。これってあれなの、なんか高架橋みたいなできるのか、この上のね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。